国際工業バス川口営業所国際工業バス川口営業所は埼玉県川口市東本九1-9-43に位置する国際工業バスの営業所である川口市南部を中心とした路線を担当しており川口市郊外へ向けて放射状に路線を有するほか一部は東京都北区足立区へ乗り入れている2006年6月18日 川口市青木の車庫から、川口市東本郷、首都高速川口線信号で入り口近くの新車庫へ移転した。赤羽駅にの京浜東北線最終電車に接続する深夜バスの一つで、赤羽駅発車後は末広一丁目まで無停車となり、その後は川13の経路で、峰、八幡宮へ向かい、そのまま直進して安、安行支師 戸塚康行駅方面へ向かう。川13からに、2台の廃止後、峰八幡宮から、康行支所方面へ向かう路線としてはみんな、仲間バスを除いた、一般路線としては唯一となった。2010年5月17日より、途中停留所からの乗車が不可能となり、校舎専用扱い、乗車は赤羽駅のみとなった。このため、とつかや駅から、 先の独自区間では、時刻表の掲載を取りやめた。赤羽駅東口から奈川を経由し、足立区西部の鹿浜地区から、トネ団地に至る路線で、全線が、特内均一区間であることから前乗り、先払い方式を採用している。1990年頃まで運行されていた、旧赤25を、利用実態に合わせて短縮し、入谷東折り返しの支線だった。 旧赤26を統合、入谷町以北を都内北端部のトネリ団地発着に経路を変更した。かつては赤羽が主幹で毎時2回程度の運行を行い、赤羽、川口の比率はに1だったが、2011年3月16日の改正で全便が川口営業所の担当になり、毎時3本に増回された。なお、乗降方式は、 前乗り中ぶりのままである。ただし、トネラ団地から、京浜東北線の駅に向かう場合は、川令4の方が近いため、川令4の方が毎時4本と本数が多い。従来は川口市内循環、川口駅朝日三丁目台中の橋川口駅、として運行しており、市役所を先に経由する右回りを、北回り、左回りを、南回りと称して、全時間帯を通じて、 両回りと運行されていた。この市内循環は2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業によって廃止されたが、2002年より川口駅発着の多系統の存在しない部分だけを運行する形で復活した。川口駅から市役所停留所を通る路線は他に川霊5や川霊7があるが、川口駅行きの路線が 市役所前停留所を経由するのはこの路線のみである。1時間に2から3本程度の運行である。川口駅から野平、両家方面を循環運行する路線で、川口駅発最終便は循環運行で、川口駅へ戻らず、東両家一丁目到着後は改装で入庫する。川口駅からほぼ真東の方向に走り、都県境を越えて、足立区西北端の入りや、 トネリへ向かう。1970年代に、トネリ団地やイリア町折り返し場、現、イリア東へ延長される形で設定された。1995年10月16日には、イ霊4の一部が、信号工業団地へ延長されたが、利用者が定着しなかったことから、延長区間は2009年4月1日に廃止された。埼玉県内の駅を発着し、 途中で料金が変動することから後乗り、整理券方式であるが、都内区間、入谷町位等の利用では、特延均一運賃が適用され、都内全線定期券、都内1日乗車券、東京都シルバーパスの利用も可能である。2008年3月30日の日暮里、トネリライナー開業に伴い、川14が入谷東経由からトネリ駅経由に変更された。 2010年3月15日の改正では川15の経路変更が実施されるのと同時に、八平町付近の朝ラッシュ時の輸送力確保目的として川16を新設した。なお、川14、川16ともに、川04の川口駅入り屋町間の混雑緩和対策として運行している面が大きい。循環部分は川14、川16ともには半時計回りとなる。 1983年1月17日に赤い折り返し場、現赤い氷川神社までの路線として新設され、後に老人養護施設、サンテピアの開業に伴い延伸された。2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業の際に南鳩谷駅経由、及び廃止された旧川霊一沿線の利便性確保のために、 青木中央小学校経由から青木橋経由と大きく経路が変更された。この経路変更時に本数が大幅に減らされたが、積み残しが大量発生し苦情が殺到したためすぐに増便されている。主に川口市内北部川口駅間の輸送を担うが、朝は駅方向への流れとともに、沿線の工場に向かう逆方向の流れが大きいのも特徴である。 駅への流れは南鳩ヶ谷駅も経由であるが、川口駅まで乗り通す客が大半で、埼玉高速鉄道に乗り換える流れは小さい。2006年6月18日より、埼玉高速鉄道開業前まで運転されていた、深夜バスが復活した。川口市南東部の新大地区、川11、新堀地区、川12方面を経て、東部スカイツリーライン。 東武伊勢崎線総会駅まで結ぶ路線。川口駅東口江戸袋が共通。江戸袋から駅入り口は経路が異なる。川11、川12ともにそれぞれ日中は毎時2本程度であるが、川口駅側には川13など平行路線が多数あり、総会駅側もハト零六6が、総会駅西口信号の応で、川11と平行している。 川口市南東部の信号方面への路線で、信号支所から、峰、八幡宮へ向かう川口営業所の最終力路線。川13は、日中でも、毎時5本程度運行され、川口駅東口信号支所については川13に、加えて、川11、川25も並行するので日中でも、毎時10本程度運行されている。平日深夜には、赤羽駅からの深夜バス。 赤十三が運行され、峰、八幡宮から戸塚安行駅を経て、東川口駅まで向かう。長期にわたって、川十三は、東武バス、川口駅新栄会ランチ線と、系統番号が重複していたが、後に、東武が、川十へ改番したことで重複は解消されている。二千六年六月十八日の営業所移転により、出入庫として、川十三から2と、 江戸袋から延伸して、蓮沼始発とした川13から3が新設された。川80は、川口駅方向のみ新設される12月、田中学校、師走すだ学校前の奏者場への出入小便に変更され、12月、田中学校川口駅行きが川80、川口駅末広一丁目行きが川80から2を名乗っていたが、2010年4月1日に、 信号方向にも12月電中学停留所が新設され、川80から2は廃止された。川4.14と野平付近まで並行し、東京都に入って、加賀、皿沼地区を循環する。野平町までの運転は、昭和30年代には行われていたが、現在のように、加賀地区を時計回りに循環するようになったのは、花の枝橋掛け替え後の1993年に、 入ってからである。日暮里、舎人ライナーの開業に伴い、巡環部を従来の加賀団地経由から、舎人公園駅、谷在駅,駅経由に変更した。2010年3月15日には、野平町先回り経路を廃止して、往復とも花の枝橋経由して、巡環部を縮小、加賀団地を再度経由するようになった。その際に非経由となった。 八平町付近の輸送力を補うために、川十六が新設されている。日中は、毎時1本程度を、朝夕は1時間に2から3本程度の運行である。時代によって様々な運行形態をとっているが、元は、川口乗り合い自動車の路線が起源で、営業所サイコ路線でもある。川口乗り合いとしての開業は百二十四年と、古く、百四十九年により、 トエバスとの相互乗り入れ路線として、浅草雷門、浅草橋、日本橋経由で、東京駅八重洲口まで直通運転を行った。乗り入れ解消後は川中、川口駅両結構場外鹿浜町楽寺として運行を続け、1986年12月に廃止されてからはこの系統が残った。2001年に、両家二丁目経由を新設し、 沿線住民及び沿線の事業所への利用者それぞれの需要を考慮して14時を境に運行経路が入れ替わるという路線形態となった。始発から8時59分までは川21から4として運行し、川口駅東口荒川大橋を迂回運行するために川口郵便局には停車しない。川22は川口駅から信号のおまで川13。 川口駅峰山田宮まで並走し、そこから大竹、原、安行方面へ向かう。前進は、旧西川零五で、その後川十二へ、番号が変更。さらに、川口漢字に、川口駅赤い二丁目までが、川零七と、並行する経路に変更された。1996年6月16日に、川口緑化センター、道の駅、川口、 安行と併設開設を受けて、安行きではまで延伸出た。川埼玉高速鉄道開通時に一度廃止された、ものの同年5月に、川13などと同じく、東橋通り経由となり、復活。現在は、川口駅発が、平日朝7時台の始発1便、安行きでは発が、平日の7時台、9時台に2本運行される。川25は、 川口市安、雪原、茶谷、小山地区の要望により新設された路線であり、王道まで川11と並行する。現在では日中毎時2本が確保され、前述の地域に加え安行きでは地区でも主力路線取っている。2008年3月30日の改正で、従来まで朝、夕のみ運行だった川22の区間便として、川22から2が新設された。 毎時一本程度の運行だが、日中の一部時間帯に2時間ほど、運行間隔が開く、時間帯がある。なお、現在の限定流所は、この際に新設されたものであり、それまで原と名乗っていた、定留所は安行現交差点へと変更されている。2018年2月1日のダイヤ改正で、安行では付近から戸塚安行駅へ向かう新道が、 開通したことに伴い側25から2が新設された。同時に、安行では大町像1丁目間に、安行東八停留所が新設された。この路線は、川口市からの要請により、2年間限定での実証実験運行とされている。以前は、中乗り小払い方式を採用していたが、乗降に時間がかっていた問題の解消とパスも、 導入に伴い、2007年11月28日から、前乗り前払い方式に変更された。2009年10月16日に、平日よる2便だけ運行する川24から1が、新設された。両家一丁目始発は早朝のみの運行である。木・沢南木沢第一公園館は、ループ上の運行になっており必ず時計回りで、運行される。本数は、 朝7時台には7分に1本運行され、日中でも毎時3本は確保されるなど本数が多い。川口駅西口から障害者福祉会館館は、都田営業所の川52と全く同じ経路である。川50では循環区間となり片方向きしか運行しかしない木、沢南、障害者福祉会館間でも川52は両方向運行されている。 西川口駅東口発着路線で唯一、東武ストアマイを営業路線として経由する。1985年10月1日の最強線開業に伴うダイヤ改正で花枝橋を通る旧、西川09が新設された際に、西川05は西川05-3、川口駅東口、私立高校を除いて廃止されていたが、埼玉高速鉄道開業時に野平地区を 川霊2に,に譲り朝日3丁目朝日6丁目経由に変更、系統番号が復活する形で与えられた。平日日中は、毎時1から2本程度を、土休日日中は、毎時2から3本程度と日中に関しては、土休日の方が本数が多い。2018年4月1日、川口総合高等学校、下地川口高等学校、県美高等学校の再編。 統合に伴い、私立高校停留所が、朝日五丁目南へ名称変更され、路線名も、朝日五丁目循環となった。鳩ヶ谷営業所の路線が多い地域で、例外的に川口営業所が運行する路線である。開業から一貫して川口営業所が担当しており、鳩ヶ谷営業所が担当したことは一度もない。日中は、 川口市立高校先回りと4モール先回りが、それぞれ24分間隔で交互に運転され、西川口駅東口基準では12分ごとに発車するダイヤとなっている。2018年4月1日、川口総合高等学校、下地川口高等学校、県美高等学校の再編、統合に伴い、総合高校停留所が川口市立高校へ名称変更された。 2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業に合わせて新設された。2003年の改正で鳩ヶ谷営業所に移管されたが、2009年4月に川口営業所の担当に戻っている。信号の応急異性は川11と並行するが、共通定期券による乗車はできず、車両の前面にその旨が掲示される。 草加14は2004年7月20日の草加市立、病院移転に伴い、東武バスとの共感路線として新設された。途中、共愛区間があるために、中型車限定での運用となる。川口大都の開催日に運行する臨時路線で、駅前ロータリーの正面にある専用停留所から発車する。オートレース場では北門で発着を行い、西川口駅の公車場も、 ロータリー横の商店街を桁先、西川1.04などが発着する、停留所の向かい側に簡易式の専用停留所が設置されている。このため、オートレース輸送に充当される車両は、他の一般路線とは逆に、西川口駅東口を時計回りで折り返す。2003年に開業。境外道路を走るため、小型車を使用している。全線が、特内機に付く間。 コミュニティバスのため特定運賃であるため、都内と同じ前乗り先払い方式を採用している。2008年3月30日、日暮里、トネリライナー開通を機に、イリア東以北の経路変更を行い、イリア地区経由に変更された。2011年3月16日、三沼台浸水公園駅まで延長した。一般路専用は、全車いすず製。川口市、 コミュニティバス、みんな、仲間バス専用車両は、日の自動車製。CNG ノンステップバスを導入しており、このうち2001年に導入した3902号車は、メーカーのサンプルカーで、内装が他の車両と全く異なっているのが特徴。LED 表示器も当初は独自のものが使われていたが、その後他の車両と同一のものに交換されている。2008年6月末頃には、 車体更新も行われた。ちなみに3000万台のエルガを含めて最初に新された車両でもある。CNG 車は全廃計画に伴い2012年をもって全廃となった。全営業所内で唯一ミレーに専用車であるトヨテハイエースコミューターが2台在籍していた。ミレーにの廃止に伴い国際工業を大阪へ転属した。 2014年11月17日から、川口ナンバー、ご当地ナンバーの導入に伴い、新社と鳩ヶ谷営業所を除く他地域ナンバーエリアの営業所から転入者は、川口ナンバーで登録される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。